おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。前半は自民党総裁選アンケートの話題、後半は寸劇習近平と2回の電話会談です。ヤフーのネット投票による次期首相は高市さんトップで 46%、 2位が河野さんで 29%、 3位岸田さん 12%、 4位石破さんで 10% になっています。石破さんが推薦人20名確保と報じられたり、河野支持に回ると報じられたりして去就が読めません。勝ち馬に乗りたいけれど、河野さんと話がうまくできていないのか、二階派との調整ができていないのか、政界の闇が読み解けません。そこで石破さんが河野さん支持に回ったと仮定すると、河野石破の得票を合わせて 39% と高市さんに肉薄します。岸田さん脱落で高市河野で決選投票になる可能性があります。一方、月刊花田が実施した緊急アンケートでは高市さんがダントツの 75% になっています。花田のアンケートはツイッターなので、ツイッター民の自民党員の比率が気になっていましたが、高市応援団のアンケートでは自民党員で選挙権ありの方の比率は 8.3% となっていました。結構自民党員の方もツイッターを見ているんだとびっくりの数字。案外新聞社のアンケートよりヤフーのアンケートの方が自民党員の選挙行動に近いのかもしれないと期待してしまいます。まだ誰を推すのか明確ではない麻生さん、自派の河野さんを推さないのは確かなようですが、麻生派は自主投票になる可能性が高そうです。最後は寸劇習近平二回電話会談です。寸劇総裁選、いや二階くん、なんだって幹事長降りるんだって。あ、衆さんお久しぶりです。まだ幹事長の任期待つまで今少しあります。そうかい、それは良かったけど、菅さん総理を辞任するそうじゃないか。いえ、任期満了まで全うしますよ。そう、それは良かった。で、誰が次の総裁になるんだね。うん、まだよくわからないんです。石破に応援しようかなと思ったりするんだけど、河野が邪魔しそうだし、だったら勝ち馬に乗るのがいいかなと思ったりして迷ってます。なに、そんなことでいいのかね。うろうろしている間に高市とかいう小娘が総裁になるんじゃないだろうね。いえ、それだけは何としても阻止してみせますよ。そうかい、じゃあよろしく頼む。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければチャンネル登録してやってください。